อันนั้นใครอ่ะเรียวเหมยเหรออะใไชร่ป่ะตรงนี้誰อืかいมるみตたรいงนั้だนมันจะมีคนยืนอยู่ใคร誰กだันนろ่ะเรโชนี่ว่าใช่ป่ะตัวที่จะแจกใช่ป่ะชุดเหมือนที่เคยเห็นอยู่ในคลิปเลยดอกเรโชมิโอ天才的な一手をどうやって破るべきかそう聞くのはアホだけだここに打ちさえすれば何やったああ悩んでいるようだなトラブルかじゃあ、じゃあ、問題もしないそれなら自分で何とかしろ何をぼんやりしている時間があり余っているのかそうは見えないエレベーターで下に向かえば君の探しているものが見つかるだろうしもんをする前に考えてみろ今解決しようとしている問題にその答えが有益かどうかもし有益でないなら聞かない方がいい僕たちにとって時間は明らかに貴重なものだからなまあいい手本を見せてやろう僕は君を知っていて君がルアン・メイのために働いていることも分かっている宇宙ステーションの訪問者だった僕は誤ってここに入り込み僕の目的は君と大体同じで君が来た以上僕は干渉しないしかし君が失敗した場合僕は強引に介入し不要なトラブルを防ぐだろう以上、君はこれだけを知っていれば、非常に効率的なコミュニケーションだ。僕は礼儀知らずや口汚いものが嫌いだから、もちろん僕自身も含めて、本物のルアン・メイの創造物は、下の巨大なシャーレに隠されている。行くといい。このエレベーターに乗り、天才の傑作を見届けろ。今日のเฮ้ยเป็นทางลงแบบฮะอ๋อๆไอ้เหี้ยนึกว่าจะกระโดดลงไปไอ้สัตว์ไหนอะไรอ่ะข้างบนนั้นโอ้กินเหี้ยดันมันแตกแล้วเหรอมันใหญ่ช่างสถานีอวกาศこんな広々とした場所があったのかคือมันแตกแล้วอ่ะแตกแล้วไอ้เช่นนั้นอยู่ในกูจะโดนฆ่าไปแดกเลยคืออะไรกดก่อนที่กดค้างไว้ก่อนได้ตรงนี้ใช่ไหมเทคเกตโตนี่注意して天木不破กดละเข้าได้มาเตรียมชิ้นเครมชิ้นหนึ่งก็ยังไงแม่ก็ต้องแพ้ความตั้มก็ดีความตั้มแบบคุณภาพขึ้นชื่อว่าเป็นน้องผ่านไม่ใช่จะมีโอกาสที่จะเป็นกายภาพกับน้ำแข็งหรือว่าเพราะว่าไอ้ตัวใหม่ที่เราเห็นมันเป็นกายภาพกับน้ำแข็งว้าวสวยอะ繁殖の指令のクローン。どうして？哎呀，喂！แบบจำลองของ牛に刺されたのマフレでしょ？厄介そう。あれやん、あれやん。ガツンと来るやつで行こう。ふふ。もうความเร็วได้แต่ออฟโรดไม่ได้。お！ま。まだ来ない。いいね。最終目標出現。や。
ไม่ได้จริงๆคือน่าจะโดนเยอะอยู่วะガツンと来るやつで行こう。バトル体験を改善しないと。二倍速ってこんなもん？あ、や。じゃあ、これ、ギンティ、ミニギャパン。What the hell was that？そうよ、一体。へえ、リポップした。世の万物に人事をなす。火を逃さず動く。来い。お。はい、いや、すげえ。お願いだから上がらせて。お願い。やった。上がり。すぐ餌にかかる。จริงอะถ้าจะเหมาะสุดคือใช้วิธีตีให้มันแตกทุกโซ่เลยซึโม่โซ่เลยชาวนานี่สกินไนวะมันมาทำดาเมจได้ช้าเชื่อไม่ได้แรงขนาดああ私を楽しませてくれる？ガツンと来るやつで行こう。考えても無駄。ほら、来い。やっ。バトル体験を改善し、二倍速ってこんなもん？めんるんてやばん、めんるん。やめもちゃめ。たぶんはやくもんもん。へえ、リポップした。や。湘南に過ぎないわ。ทั้งหมดแล้วโอเคมีคนมาแล้วอ่ะว่าจะน่าซื้อมั้งมีไปที่ไหนคิร็อกเริ่มเตะมีชิ้นที่ซ่าเซ่จัดบ้าน่ะโอ้เนกายดักระอากาศโอ้เนกายดีนะมอสเป็นเลเวลง่ายๆจะมั่งอยู่แล้วว่าฉันจะสนุกสนานให้คุณหรือฮึฟรีนั่นไม่そうよ一体世の万物に人事をなす。宇宙ステーションが奴に壊されてしまう。今度この話を始めるか。ねえ。やっ。やっ。へえ、リポップガツンと来るやつで行こう。気を逃さず動く。バトル体験を回復。二倍速ってこんなもん？オンミョン転換。簡単です。簡単です。簡単です。最終目標出現。で。考えてもお願いだから上がらせてお願いやった上がりフォーガンを持ってみるべし私を楽しませてくれるガツンと来るやつで行こうバトル体験を改善し二倍速ってこんなもんแ
こっそり大儲け。やっ。遠くに行くためな手段を選ばない。え、今の良かったよ。ふっ、占いましょう。消化勝利。記録開始。で、へえ、リポップした。ガツンとくるやつで行こう。気を逃さず動く。おお。やっ。世の万物に人事をなす。まずい。最終目標出現。やっ。やっ。バトル体験を改善。2倍速ってこんなもん。考えても無駄。こいつも。后面不是我们说好过三个兵的吗？那个，但它没炸，我到那跟着别人一样。湘南に過ぎないわ。ガツンと来るやつで行こう。で、気を逃さず動く。やっ。バイバイ。全然違う。だっ。はい、ちょっと頑張れよ。56秒後、それは自身の存在を維持できず消えてしまいました。まるで存在しなかったかのように。脅威は排除された。ここを離れよう。これで終わったのか。戻ってルアンメインに問いたださないと。ที่พวกมึงคุยแล้วกันคือมึงไม่เห็นที่มึงคุยแล้วกันกำลังทำความสะอาดทำความสะอาดจานพอเลี้ยงถามจริงแย่ขนาดมึงเลี้ยงต้นไม้หรือว่าก่อนนั้นเนี่ยไอ้เหี้ยมาแอบความสำเร็จเลยแล้วแต่ใจห้าอัตตุ้มไปตามหาเรื่องไหนมีตาวันเดี๋ยวหาตาวันก่อนเรื่องไหน天才たちの会議は終わりました。模擬宇宙の未来については結論は重要ではありません。重要なのはあなたの方です。どうやら怒ってるようですね。申し訳ありません。何も弁解できません。これまで無数の実験に失敗してきましたが、結末もすべて予想の範囲内でした。私はクローンを作り出しましたが、それとあの指令は結局似ても似つかないものでした。อีมานิเตอร์คนนั้นอยู่ดีมันทำลายใจไปแล้วเธอไม่ต้องปิดบังฉันก็ได้นะ
ไม่สำคัญนะปิดปิดไปก็ถือว่ากูได้ตีมอนใหม่計算結果と一致しています56秒寸分の狂いもありません時間と場所の制約によりその生命の編成は中途半端なものになってしまいました私はそれが誕生する瞬間を再現しましたがすぐに粒子となって消えていったんです全ての生命の在り方と同じように終点に向かう過程で徐々に結末を迎えるそれを排除するつもりはありませんしかし短い一生にも意味はあるはずです私はそれが何を成し遂げられるのかを知りたいんですそれは私が未解明の領域からどれだけ遠くまで外に出られたかを示してくれますから取るに足らない一歩予想通りの答えですมันคือมันเกือบจะกินฉันแล้วนะเธอจะวิจัยต่อไปไหมและชีวิตนอกเหนือจากการวิจัยล่ะนี่ออกมาใช้ชีวิตไหมไปกับผมนะออกจากตู้บัตรดีนะเจ๊ออกมาจากตู้บัตรดีนะครับ研究以外の生活などありません人々はこういった代償は想像を超えてると思うようですが私にとっては受け入れられることです事実私は何もかもが計画通りに進むのは嫌いなんです。変数のない実験は退屈ですからね。だからこそ、私は嬉しいんです。こういったほぼ予定通りのストーリーにも思いがけない喜びがありましたから。家庭の中で誕生したこの子たちには時々心を打たれますそれは認めますが私はこの子たちに人間的な反応があると思っています神聖とは相反する概念つまりこの子たちには感情があるのです感情はポジティブとネガティブどちらの可能性もありますですがその中でも心の奥底にある愛は永遠に不変なんですこの子たちは天才とはほど遠いなのでそういった愛が友情なのか愛情なのか親子の情なのかを区別できませんしかし天才ならそれを区別できるんでしょうか少なくとも私にはできません私は愛が何なのかが分かりませんしこの子たちの感情に応える術もありませんあなたには私が間違ってるように見えますかでも答えなくても大丈夫です私はただ感じることがあったから口に出しただけなのでこの子たちの面倒はどう見ればいいんでしょうか宇宙ステーションにとどまるのが最善の選択かもしれませんね これではとても無責任ですね申し訳ありません自分の創造物に対してどう向き合えばいいのか分からなくなることがよくあるんです半自白剤の効果ももうすぐ切れますこれから誰かが私のことを話題にしても自由に話していただいて結構です
会ったことがないと言っても構いません。どうせ私たちの間にある記憶もすぐに霧のように消えてしまいますから。この世界に漏れない秘密はありません。話したくない過去があるせいで私は自分以外の人を信用できません。秘密を秘密のままにする最も完全な方法はその秘密を破壊することです。最後にハンジ伯爵は私たちが共有したこの時間のことをあなたの記憶から消してくれるんです。その効果に即効性はありません。ゆっくりぼんやりとした過程なんです。まるでハスの葉、梅の花、もち米、アイシングの香りのように。誰かが宇宙ステーションで自分勝手な実験をしていたことを思い出すかもしれませんが、それが誰なのかは忘れるでしょう。もしかしたらいつの日か私たちは再会するかもしれませんが、私とこの件を結びつけて考えることはないはずです。こうして生命同士のつながりは消されるのです。友情、秘密、葛藤、欺瞞、すべてが煙のように消えていきます。そうすれば私たちはもっと楽になれるんです。そう信じています。スクリューガムはしばらく宇宙ステーションにとどまるでしょう。彼とヘルタにはまだ解決できていない問題があります。私はもうすぐここを離れますが、わざわざ皆さんに別れを告げることはしません。私が話したノーマンズランドのことを覚えていますか？研究が一段落したら暇な時間を使って一人で再び行ってみるつもりです。時々余生とのことが懐かしくなります。彼女はいつも別れ際に美味しい飲み物を作ってくれました。ポルカカカムには出会わないことを祈ります。遭遇すれば厄介なことになるでしょうから、次に天才たちが集まるのはいつになるんでしょうね。他に何か私に言いたいことはありますか？ええ、約束します。私の助手さん、機会があれば、そしてあなたが望むのであれば、またいつか出会ったとき、一緒にノーマンズランドへ行き、穏やかな氷河を旅しましょう。しかしそうなるとそこはノーマンズランドではなくなってしまいます。実に難しい問題ですね。เที่ยวลำบากเราต้องกระโดดไปกระโดดมาไอ้ยืนยันที่เยี่ยมชม